るよ。よし、場所 OK。 場所 OK。 あとはみなりちゃんにお任せいたします。はい、どうぞどうぞ。でも、あ、撮ってます？撮ってる撮ってる。みなさんこんにちは、みらいです。みなさんこんにちは、はなです。今日ははなさんとコラボ動画を撮っていきたいと思います。今日のテーマはドゥルルルルルルポン太陽力。はなさんがしている普段のメイクを私にしていただくっていうテーマになります。はい、ということで、それではどうぞ。まず最初はこちら、セザンヌの皮脂テカリ防止下地をお鼻だけにつけます。私はお願いします。あ、ちょっと待って、大丈夫？この今やってるしっとりは保湿のしっとりなんで汗じゃない、汗じゃない。そこはちょっと声を大きくして言いたい。トルントルン、肌がずっと触ってたい。ここのここがちょっと開いてきたんですよ最近。あ、ここね、開きやすいよね。私も開いてる、この時期いつも。わかるわかる。花粉とかもでしょ。あ、花粉症の人とかって言ってます。花粉だ、そうそうそう、やっぱお肌に影響を直接つくと及ぼすらしいですよ皆さん。では次、資生堂のシンクロスキンティンティットジェルクリームの3番のミディアムを、もうファンデーション下地の代わりにパンとパンとパンとお願いします。ねえ、じゃあちょっとこれ気になってたのもね。そう、めっちゃ気になってた。広告めっちゃバンバン出てるから。そうそうそう、 YouTube にね。そう、めっちゃ気になってた。指なんですね。指でもうやっちゃって、うん、後でファンデーションブラシとか、うん、スポンジで鳴らすだけで超綺麗。あ、そうなんだ。え、ちょっと BB っぽい感じですか？そう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 。下地がいらないから楽。なるほど、つけ心地はちょっと軽い感じがする。そうそうそう、日常的にこう使うのであれば、うん、え、なんかしかもちょっといいです。あれ、花さんの香水かな。そんな感じがする。これ、匂いしない。いい、花さんの香水だって匂いは。もう、ただざっくり塗ったら、あとはもうスポンジ。え、手で塗ってからスポンジでやる方が早い。なんか手の方がやっぱりカバー力が出るから、うん、先にある程度こうそれでカバーを出してからスポンジで鳴らしてあげた方が、なるほど、無駄なものを吸い取らずに、確かに、いく気がしてる。シミがね。そうね、これはね、すごいカバー力があるわけじゃないから、うん、もしシミとか気になる方は上からコンシーラー、コンシーラーとかつけてあげるときに。あ、けどすごいしっとりしてる。そう、ペッツランとするの、うん、本当だ本当だ。あ、遠くから見た方が綺麗。そう、そうなんです。コンシーラーはナーズのラディアントクリーミーコンシーラーのマカデミアです。ペンちゃんいつも目の下、目の下、シミ、シミ、鼻の赤みです。 OK でございます。カバー力があるんですか？あります。で、つけ心地も軽いから、軽いで、目の下とかつけてもカピカピしない。あ、めっちゃいい。どうだ、どうですか、どうですか、いい感じですか？いい感じだと思います。あ、綺麗、目の下特にでしょ、うん、厚ぼったくないし。ほんとだほんとだほんとだ。一人三役くらい。ほんとだほんとだほんとだ。アイメイクいきます。あ、忘れてた、アイシャドウプライマーもまたナーズです。ナーズのアットコスメでも上位の、うん、そう、プロプライムスマッチプルーフアイシャドウベース。これはよれないってことですか？よれない、二重線にはまらない。ではアイシャドウいきます。アイシャドウはマック尽くしです。マックのエクストラディメンションアイシャドウスイートヒート。あ、それめっちゃ気になってます。これ超綺麗、はなさんの動画で。ありがとうございます。ほんとツヤ感が出る、うん、あー、え、色は結構出る。色はほんとナチュラルな感じ、多分私たちだったら。あ、ほんとだ、だけどツヤ感がバーンって出るから、うん、例えば上からアイシャドウを重ねてあげると、うん、ツヤがね、より綺麗に見える。メインのアイシャドウがナーズのスラバヤです。の、まずこっちの方、黄色い方、もう同じブラシでいいの、めんどくさいから。わかる。それをふんわりのせる、上から。発色いいですもんね。いいんです。だから、のせすぎると、止
とんでもないことになるので、めっちゃ濃い。そう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 。じゃあぼかします。お願いします。次はこっちの赤い方の色をもう締め色としてふんわりお願いします。で目尻側にちょっと多めに入れるだけ。目頭は入れない。ちょっと三角みたいな。そう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 。なんか変な三角形みたいな感じで入れる。なるほど。この入れ方あまりしないから新鮮かも。そう。あ、いいね。とってもお似合いになられるお色でございます。先輩。BA さんがいらっしゃると思う。じゃ下いきます。はい。下まぶたはもう2色めんどくさいので混ぜます。めんどくさいで混ぜます。あれ上向いてるのガッツリ入れます。もうこれは多分ザ私。なんかそんなイメージあるな。濃い色のイメージありますね。下まぶたに濃い色やたらとのせる人。次が笑っちゃうマックナチュラルシャドウラストダンス。はい、笑ってる理由は私の動画を見てください。あ、ちなみに私が花さんに、私が普段しているメイクを花さんにしたっていう動画もあるのでぜひそちらをご覧ください。下の概要欄にリンク貼っておきます。お願いします。これをふんわりと、嘘かもしれない、全然ふんわりじゃない、結構ついこれはでももうほんと目頭からまぶた中央にかけてがっつりお願いします。入れる。じゃあアイライナー、まあ、ラブライナーの分かんない茶色え、これ初めて見た。嘘、なんか好き、最近すごい好き。あ、あと DJ6 番。 DJ6 番すごい掛け合わせの楕円心。あ、本当だ、楕円なんだ。そう、楕円なんですよ。最近出たやつですか。あ、目つぶりでいただいて。そうです。あ、最近出たのかな、なんか隅っこにあった。隅っこ、松本清さんにこれあのラブライナーのこの楕円じゃなくて普通のやつ、うんうん、あれも描きやすかったんですよね。楕円めちゃくちゃね、早い。あ、そうなの。やっぱ横幅があるから。あー、ライン、上のラインとかめっちゃいいかもですね。そう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 。アイライナーはもう一回フィジシャンズフォーミュラのなんリキッドライナーのブラウン。私はブラウンが好きなんで。これ持ってる。これいいよね、うん、あのまつげが伸びるってやつですよね。そうでございます。私はそんなに跳ね上げないのが私流。アイライナー難しかった。むずいですよ。あれ私元 BA なんだけどな、おかしいなおかしいな。マスカラもちょっとね塗っていただいた方がいいと思うので。はい、マスカラだけ言います。マジョリカマジョルカラッシュキングのブラックです。これは初めて使う、うん、これねファイバーが入っているんですよ。お、あ、伸びる感じですか。伸びてぶわさーなる感じです。私もうまつげ命なので。マスカラめっちゃやってるイメージあるマスカラを死ぬほど塗る。あ、結構ナチュラルにボリューム出ますね。そうそう、ふさーっていう感じ、うん、がっつりボリュームがあんまり好きじゃなくて私は。でもボリュームが欲しくて、うんうんうん、すごいなんかナチュラルに見えるバサー感で、外国人のまつげ感が好きだから、あの自慢ってことですね。そう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 、そういう風に見えるのが結構いつも注意して選ぶかな。あ、これ下まつげ超いいな。超伸びるこれ、うん、それでは眉毛に行きたいと思います。はい、眉毛とも苦手なんだ。眉毛、私の眉毛ちょっと薄いものなんでお願いします。眉毛、私の眉毛、オッケー。ちょっと先に視点だけ決めます。よいしょ、オッケーです。オッケーです。うわ、緊張する。眉毛って難しくない？いや、難しいですよ、本当。私コメントでめっちゃ言われますね。良くなったよとか、みんな応援してくれてるじゃん。そう、いや、みんな応援してくれてる。あ、今日いいじゃんみたいな。ありがとう、まあ、あるし、今日なんかみたいなみんな眉毛って難しいんだよね。神経使う。そう、左右対称にならないんですよ私。ああ、はいはいはい、生え方が違うから。ああ、うんうんうん、それがむずい。あ、難しいぞ。難しいです。眉毛って難しいぞおかしいな、こんなこんなはず
ではなかったぞ。じゃあ私の眉毛多分特に難しい気がする。みんな難しいんだよ眉毛って。声を大にして言う。眉マスカラヘイミッシュです。ヘイミッシュ、ちょっと未来ちゃんに明るいかもしれないよ。いや明るいな。いやでもまあ私が使ってるものっていうことで。あ、じゃあパーカー塗ります。パーカーをタイミング今なんですね。そうです。ナーズのライトリフレクティングセッティングパウダーのルースです。ルース、なんで私がプレストが思ってます。そうですね、さっきプレストを使っていただきました。なんで今ここでやるかというと、一回よれたものを直して。うんうん、なるほど。あやちゃんそんなにお粉つけなくてもいい気がするので、 Tゾーンのみ。はい。あれ、花さん一緒のブラシだ。そうです。パウダーまで。パウダーまで。パウダーブラシまで一緒のブラシ。そうなんです。すごいいいね、しっとりしてていいじゃん。うん、いいかな。でこれをいらないものだけ取っちゃって、本当に薄くだけつけるとなんかね、ソフトフォーカスかけた感じの鼻なの。あー、そうなんだ。そうそう。え、ルースパウダーは？ルースパウダー。あ、そうなんだ。あっちの方はツヤっぽくなる。磨くと。あー、え、初めて知った。若干あの仕上がりが違います。初めて知った。初めて知った。勉強になる。じゃあシェーディング入れます。シェーディングはシャーレットティルブリーのシェーディングです。ほうも出ました。がっつり入れます。イメージ超ある。がっつり入れます。イメージ超ありますもん。大好きシェーディング。もう昔の動画もがっつり。いまだにがっつり。ね、こだわるとこ変えられないですよね。変えられない。もうここ私いらないから。ここいらない。私もいりますよ。ここもいらないからここも削るじゃんみたいな。でこれで私を馴染ませるために。スポンジで。そうやっちゃうの。そうすると綺麗に馴染むんだよね。やってみよう。なんかがっつりやりたいけど、うんうん、ナチュラルな方がいいから。確かに。でするとすごいここが綺麗。あ、綺麗。頬骨ラブ。頬骨ラブ。あ、本当。見て。すごい。そうなんです。じゃあチークはベネフィットのダラスです。大好きなダラス。この色ベネフィット使ったことない。すごいいいのこの色。ブラウン系。そう、ブラウンベージュ系。へー、すごい使いやすくて。私のチークはそんなに色味を入れない派なので、未来ちゃんとの色多分大体似た感じ。そうなのよ。そしてハイライト入れます。お願いします。シャーレットティルブリーです。このハイライトどうですか。このハイライトはそんなにピカーンとはならないけど、うん、すごいナチュラル。へー、で、綺麗。これ、だって日本で買えないですよね。買えないですね。こちらはちょっと日本、あ、でも通販とかで買えるかな。海外で、あ、個人輸入。それね、私できない。あ、欲しいものあったら言っていただければ一緒にまとめて代行して買うの で, で送りますので。英語が読める。送りますのでお願いします。じゃあ最後リップです。リップ、リップはナーズの9401という。これマジで気になってましたよ私。これはなさんの動画でめっちゃいい色なんです。とってもこれこそ未来ちゃんに似合うと思う。ラフに塗るのが私好きなので、この色は、うん、ポンポンって塗ってで、馴染ませていただいて、うんうんうん、そんなもんでいいんです。お、もうちょっといいかな。もうちょっと塗ろう。で、馴染ませてもらえば完成。メイク完成です。じゃーん、じゃーん。ちょっと見てみよう、見てみよう。ぜひ。あ、リップいい。リップいいでしょ、うん、いい。好きな感じです。こんな感じになりました。もう私がいつもやってるメイク、あのね、好き。ボソッと好き。アイシャドウもみなちゃん持ってるならできると思うので。わかりました。この組み合わせでやってみます。ぜひやってください。やります。はい、以上になります。いかがでしたか。楽しんでいただけたら嬉しいです。また次回の動画でもお会いしましょう。はなさんのチャンネルもぜひ見てみてください。バイバイ。バイバーイ。